聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。また、自分が幼い頃から聖書に親しんできたことも知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。神の人がすべての良い働きにふさわしく、十分に整えられたものとなるためです。また私たちは、さらに確かな予言の御言葉を持っています。夜が明けて、明けの明星があなた方の心に昇るまでは、暗いところを照らす灯火として、それに目を留めているとよいのです。ただし、聖書のどんな予言も、勝手に解釈するものではないことを、まず心得ておきなさい。予言は、決して人間の意思によってもたらされたものではなく、聖霊に動かされた人たちが、神から受けて語ったものです。イエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は、私の言葉を守ります。そうすれば、私の父はその人を愛し、
私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。私を愛さない人は、私の言葉を守りません。あなた方が聞いている言葉は、私のものではなく、私を使わされた父のものです。しかし私には、私たちの主、イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが、決してあってはなりません。この十字架につけられて、世は私に対して死に、私も世に対して死にました。割礼を受けているか受けていないかは、大事なことではありません。大事なのは、新しい創造です。この基準に従って進む人々の上に、そして、神のイスラエルの上に、平安と憐れみがありますように。これからは、誰も私を煩わせないようにしてください。私は、この身にイエスの焼印を帯びているのですから。その手紙でパウロは、他のすべての手紙でもしているように、このことについて語っています。その中には、理解しにくいところがあります。無知な、心の定まらない人たちは、聖書の他の箇所と同様、それらを曲解して、自分自身に滅びを招きます。ですから愛する者たち、あなた方は前もって分かっているのですから、不道徳な者たちの惑わしに誘い込まれて、自分自身の堅実さを失わないよう、よく気をつけなさい。私たちの主であり、救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。イエス・キリストに栄光が、今も、永遠の日に至るまでもありますように。イエスは彼らに言われた。イザヤは、あなた方偽善者について見事に予言し、こう書いています。この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を礼拝しても虚しい。人間の命令を教えとして教えるのだから。あなた方は神の戒めを捨てて、人間の言い伝えを固く守っているのです。またイエスは言われた。あなた方は自分たちの言い伝えを保つために、見事に神の戒めをないがしろにしています。